数論トポロジーとは、大数的整数論と位相機科学を組み合わせた数学の分野である。数論トポロジーは、数体と向き付け可能な三次元平多容体の間の類似を確立する。次のことは、数学者により使われている数体と三次元対応体の間のいくつかの類似である。数体と向き付け可能な三次元平多容体との対応整数間のイであるは、 絡み目と対応し、元イデアルは結び目と対応する。有理数対9は三次元球面と対応する。後ろ2つの例を拡張し、素数と素数の間の絡まりを考える結び目と素数の間の類似が存在する。素数の3つ組は、モデューロ2で絡まっているが、モデューロ2でどの2つも絡まっていない。これらの素数は、 固有ボロミアン三つ組モデューロにと呼ばれる、かまたは、もっとにボロミアン素数と呼ばれる。1960年代、類体論は、トポロジカルな解釈が、ジョンテートにより、ガロアコホモロジーに基づいて与えられ、またミハイル・ワルティンとジャンルイ・ベルディエによっても、エタールコホモロジーに基づいて与えられている。デビット・マンフォードは、元イデアルと結び目の類似性が指摘され、 バリーメーザーによりさらに深く研究された。1990年代、レズニコフとカプラノフは、これらの類似の研究を開始し、この研究分野に、数論ロントポロジーという言葉を当てはめた。シコラ、アダン・エス、アナリジーズ・ピトウイングループ・アクションズ・オンサン。 マニホールズナンバーフィールズ、コメンタリーマティミティッシュヘルベティサイ78.4、832から844、ホーゲル、ドニ、マッセプロダクツインザガロアコハモロジーオブナンバーフィールズ、アーン、NBN、で、BSZ、16をパスマイナス44188。44 Dante、h t t p w w w u b u n、e、i h e i d e l b e r g d e s c l a s h a r c h i v e s l 4 4 1 8森下。マサノリアナリジーズビトウィンノッツプライムズ。3。マニホールズナンバーリングス。アーカイブ。904.3399ゼータテ。デュアリティセオムスインガロアコハモロジー。 オーバーナンバーフィールズ、m, アルチン j エルベルディエセミナーを似ているコハモロジーをオブナンバーフィールズウッズホール 1964, フードリームドアップザプライムズイコールノッツアナロジーアーカイブド2011年7月18日アットザウェイバックマシンネバーンディングブックスリーベンルブルーン s ブログメイ16、2011、リマークスオンザ・アレクサンドル・ポリノミアル バリーメーザー、C1964B メーザー、ノーツオン、イテールコハモロジーオブナンバーフィールズ、アン、サイエント、EC、ノーム、サップ、6、521から 552A、リザナコブ、3、マニフォールズクラスフィールドセオリー、セル、マス、ニューセール、3、361399M、キャプロノーブ、アナリジーズビトゥインザランランズ、 コレスポンデンストポロジカルクオンタムフィールドセオリープログレスインマス131バーコッサー119-151ありがとうございます。